あるオートバイのリアのスプリングとダンパーです。バネレートの高いものに、したくて、このスプリングを入手されたんですが、セット荷重が足らなくて、まあ、ギリギリ今押さえてるぐらいなんですけども、もう少しプリロードをかけたいと。で、必要なバネレートでこれよりも長いバネがないということで、バネを縮めてセットできるような部品を作ることにします。こちら側、ここのスプリングシートとこのスプリングの間に何か挟むか、こちら側のスプリングの端とここの間に何か挟むか、これとこっちの間に何か挟むか、何かしら部品を作るわけなんですけども、こちら側はスペースが狭くて、肉厚の薄いものを作らないといけないので、強度的に心配で、こちらはこのシートとこの間に、必要なストローク取れる必要な厚みのものを入れるのが工作としては簡単。ただし、ダンパーのストロークが少し短くなる。でこれについてはオーナーさんの計算では、サスペンションのストロークに対して、ここが短くなっても間に合うということなので、このシートとここの間に、入れる部品を作ることにしました。20ミリ厚みのここ20ミリのスペーサーを旋盤で作って入れました。これでスプリングのプリロードをかけて、まだここからここまでネジがありますからアジャストできるという状態になりました。これ材料はアルミです。